ホビー専用1液型ウレタンサフェーサー。はい、こちらのサフェーサーをご紹介したいと思います。こちらのサフェーサーの、特徴は何といっても塗膜が強い、上色によって溶けにくい、平滑に仕上がる、非常に優れた塗膜性能を持ったサフェーサーになります。まあ、2液型のサフェーサー、硬化剤入れるようなサフェーサーであれば、まあ、一旦乾いてしまうとなかなか溶けないんですけども、まあ、通常1液型のサフェーサーとかラッカのサフェーサーっていうのはやっぱどうしても上色によって溶けてしまうっていうのが、まあ、ちょっと一番のデメリットというか、まあ、そこはちょっと弱点だったんですけども、まあ、そういうのも、克服したサフェーサーになります。まあ、100% 溶けないというわけじゃないんですけども、まあ、べったり塗らない限りは基本的には溶けることはありません。で、溶けないことのメリットは、まあ、一旦、傷をサフェーサーによって、埋めたところに上色を塗る、そうしてしまうとサフェーサーが溶けてしまうと傷がまた浮いてきてしまうっていうことが起きるんですけども、まあ、そういったことを防げるサフェーサーになってます。で、もう一つの特徴が塗膜が強いっていうところで、まあ、プラスチックに直接色を塗れる方が結構いらっしゃるんですけども、まあ、そうするとプラスチックにどうしても溶剤分ってやっぱ吸収されてしまうんですよね。で、そこでこのサフェーサーを、まあ、希釈高めでいいので、まあ、2、3回コートしておいてあげます。で、そうするとプラスチックまで溶剤が浸透しないようなこうシーリング効果っていうのを、発揮してくれるサフェーサーです。で、そうすることによって、まあ、プラが溶けたりとか、後のクリアは塗装の、塗装の艶引き、クリアの艶引きっていうことが起きにくくなります。そういった特徴を持った、サフェーサーになります。まあ、こういった形で平滑に仕上がるので、乾燥後、まあ、サフェーサーを、まあ、荒れてるとどうしてもペーパー当ててっていう作業が必要なんですけども、まあ、そういうこともなく、もう塗りっぱなしで、まあ、表面だけゴミとかがなついてなければもうそのまま上色を塗ってもらってクリアで仕上げるっていうことが可能なサフェーサーになってます。まあ、非常に作業もスムーズに仕上がる、すごい作業性のいいサフェーサーとなってます。それでは実際に塗っているところを見ていただきたいと思います。基本的な希釈は、まあ、大体60%、50%、60% ぐらいの希釈をしていただいて、使用してください。で、希釈は、そうですね、サフェーサー自体乾燥が早いので、まあ、ミディアムとか、ちょっと遅めの芯なのがもしかしたら塗りやすいかもしれません。それは好みで使い分けていただいたら結構です。で、まずは傷を埋める時のようなサフェーサーの塗り方なんですけど、サフェーサーって基本的には一回塗っていただいたらエアブラシでエアを当てながら乾かします。で、ツヤが完璧に引いてから次のコートに移っていただきます。で、一度塗ったらちょっと乾かしてあげて、サフェーサーが乾いてからコートしていきます。まあ、これを 2,3 回繰り返していってください。これで、サフェーサーの塗装の完了です。